学。でも中学と高校っていろいろと違うんですね。入学したてで慣れないことが多くて。それでも私は中学を卒業するときにこの立神高校に移ってきたんで、あんまり戸惑いませんでしたけど。確か先輩は2年生だから、他の高校からこの学校に転校してきたんですよね。やっぱり前の学校の友達と離れ離れになって寂しかったりするんですか？ともかく勉強はからっきしダメみたいね。誰が吉川君なのよ。調子いいんだから。でも今日だけよ。一応自分の力で何とかしようとしたその心意気に免じて打ち立ててあげる。私予習してるからお話ししてる時間ないの。悪いんだけどまた後にしてくれない？あら、どうしたの隊長？さきもりさんを探してるの？森さん、教室にいないときはいつも図書室に行ってるみたいだけど。
長さん、どうされましたか？まあ、これはこれはどうもです。でも、隊長さんは隊長さんですもの。これくらいは当然だと思います。大丈夫ですよ。猫さんはみんなニャーって鳴くし、鳥さんだって誰にも教わらずに空を飛んだりするじゃないですか。あとほら、オタマジャクシさんはカエルさんの子供で、クジラさんの子供じゃないですから。だから隊長さんも大丈夫ですよ。とにかくよろしくお願いします。わざわざ来ていただいて本当に申し訳ありませんでした。私この時間はいつもこうなんです。いいえ、そんなこと。ごめんなさい、読書好きだから。
球防衛機構イージスの極東支部は私立立上高校の地下深くに秘密裏に作られ、緊急事態発生時にはわずか12秒でメンバー全員が集結するよう設計されているのだ。よく来てくれたゲートキーパーズ諸君。インベーダーの次なる目標が判明した。それは日本が誇る超高速鉄道新幹線だ。